20キルしても負ける理由教えます。はい、どうもこんにちは、リオロです。今回なんですけど、先日ねツイッターの方にてこのようなツイートをして、めちゃくちゃ無双したのに負けちゃった試合っていうのを送っていただきました。皆さんもね経験したことあるんじゃないでしょうか。僕は私はこんなに頑張って20キルもしたのに味方は何してんねんと、まあ、リザルト見ると味方キル少なくてデスいっぱいみたいな、まあ、それでねよく味方のせいにしてしまいがちなんですが、まあ、今回はそういった自分がめちゃくちゃ頑張ったけど負けてしまった試合っていうのを、まあ、振り返ってね負け筋をしっかりと探していこうっていう、そういう企画になっています。今回抜粋した試合が、視聴者さんが24キル5です。こんなめちゃくちゃ無双してるのに負けてしまった試合ってことですね。試合自体はめちゃくちゃ上手くて、スプラ2の頃も X パワーが最高2680ぐらいあったらしいんで、負け試合ではあるんですけど、プレイ自体はめちゃくちゃ参考になります。そこに加えてなんで負けてしまったのかっていうところですね、詳しく話していくんで、ぜひね最後まで見て参考にしてもらえればと思います。まあ、ただ中上級者以上の方はなんで分かったのか、多分一目で分かると思うんで、再確認という意味でもぜひ見てもらえたらと思います。それでは本編どうぞ。はい、というわけで実際の試合見ていきます。編成としてはシャーカー、スクスロ、カーボンデコで、相手が、まあ、ほぼミラーで、ザップとシャーカーの違いって話だね。うん、まあ、今の環境やったら、シャーカーの方が強そうやけど、まあ、そんなに差はないっすね。初動値を見ていって、周りに打って、鍵溜めてって感じかな。うん。スクスロに味方やられちゃって、それ上からカバーしに行ったけど、まあ、これ相手上手くてやられちゃうと、まあ、これは正直、あんま気にしなくていい対面負けっていうか、まあ、普通に負けちゃったね、どんまいって感じ。まあ、強いて言うなら、クイボ一発投げて、足場取ってから入ってもよかったかな、ぐらい。まあ、インクモードでも言うて結構カツカツやったから、まあ、ちゃんともうちょっと距離詰めて戦いましょうね、っていう、シャーカーの距離戦いましょうね、っていう、まあ、ボミさえね、これ、いわゆる、計算ミスと一緒やから、あんま気にしなくていいかな。うん。さあ、復活して、さあ、まずね、鍵タンク貯めて打開って感じだね。これはまあ、当たり前の打開の仕方やね。これはまあ、やっぱ、基本中の基本やけど、できてない人もね、結構いるから、まあ、こういうのができない、スペシャル貯めて高いっていうのができない人はちゃんとこういうプレイは参考にしてほしいかな。あ、これは相手が上手かったね。鍵タンク終わったところを狙われて。まあここのデスも結構しょうがないっていうかね、まあ防ぐのが結構難しいデスではあったんだけど、まあ打開のタイミングでね、せっかく1キル取れてるのに、まあこう詰めてくるシャーカーに対してね、まあ正確な位置も分かってないっていう結構危ない状況やったから、まあ正解としては現状の有利な状況を維持するために生存。敵の射程圏内に入ったから、まあそこから下がるって感じかな。まあただ鍵対シャーカーやったら、鍵の方が強そうやしね、一応気持ち分かるから正直これも防ぎようなく、まあ防ぎようなかったって言ったらあれやけど、まあ状況的にもまあいけそうやったから、まあ、相手が上手かったかな、これどちらかといえば。さあで復帰して、まあまあ現状に落ち入っちゃって陣入ってるから、これをしっかりと処理していくのはナイス。味方と協力して陣処理で、しっかりと登ってくるところを目で見て確認。ナイスカバーで、これめっちゃいいナイス2キルなんだけど、実はねこれね、やばい動きしちゃってるよね。ここのカバーの1キルはいいねんけど、その後はね敵の方を見ずに飛び出しちゃってる。これがね危ない、めちゃくちゃ。まあこれ結果的にここで洗濯機倒してね2キル取るっていうスーパープレイではあるんだけど、これまあ言ってしまったら相手のスクスロが下手なだけなんよね。まあこの投稿主さんのエイムが上手いっていうのもあるねんけど、まあここでカバーキル取った時点でこの壁の裏にいる敵、まあ今回でこのスクスロにはもう位置バレてる状態やから、狙われる可能性っていうのはすごい高いわけで、その状況でこんな風に突っ込んじゃうと、まあ、初段当てられちゃってすごい不利なんだよね。で今回案の定こんな風にね初段当てられて、まあ、結構危ない。直撃食らってね、あと一発食らえば死んじゃうっていう状況やから、まあ、これはね相手のスクスロがちゃんと引き打ちしとったらやられちゃってるから、投稿主さんのエイムが綺麗ってのあるんやけど、まあ、それに加えて、まあ、相手のスクスロが下手やったから成り立ってるから、今の動きはまあ、ちゃんと壁裏確認してから目で見てからね進める方がいいかな。まあ結果的にはナイスプレイだね。敵陣入って塗り作っていいよ。鍵入って鍵でいけるか、押していいよ。ナイスキル。うん、いいね。鍵の使い方うまいよ。さて、人数より作ったから、塗り広げて、1キルさらに重ねて、ナイス。で、前で潜伏。この潜伏めっちゃいいね。めちゃくちゃいい潜伏、これ。で、キル狙うけど、あー、これはね、ちょっと惜しかったね。うん。まあ、これね、潜伏してキル狙うんだけど、この動きね、これあんまり良くなくて、まあ、すごい中途半端になっちゃってるよね。せっかく潜伏して有利な状況からキル取れるって感じだったのに、もうこうやって食いぼさし投げて、まあ、射程外に敵を追い出しちゃったと。でもこれなんで詰めなかったのって人もね、いると思うんですけど、まあ、これはこの人ちゃんと視野広くて見えてるね。これね、実は、まあ、ここまで戻してみてもらうとわかるんだけど、このシャーカーの後ろにもう一人スクリュースロッシャーが控えてるんよね。まあ、だからこのシャープマーカーをね、無理やり追いかけると、まあ、そのスクリュースロッシャーが飛んできて、まあ、2対1のフリー対面することになって、まあ、ほぼ確実にデスしちゃうと。まあ、それを分かってたから、ここは食い棒だけ投げてね、まあ、キル惜しくもできなかったけど、まあ、逃げられたらちゃんと下がるっていう判断ができてるね。まあ、惜しいのが、それをするんやったら、まあ、スクリュースロッシャーが来るまで待つかな、俺やったら。これね、結構味方のラインも上がってて、一気に崩されるってことはないから、自分も近くにいてカバーできるから、スクスロが復帰してくるのを待って、まあ、そこを最後尾のやつから芝生でもよかったかもね。うん、まあでも全然悪い潜伏ではなかったかな。さっき良くないとか言っちゃったけど、前線でまあ塗り広げて潜伏して1キル狙って無理だったら下がるっていう、その基本の動きできてるから、まあ、全然悪くはないね。ちょっと受け見ていきましょう。
塗り作って、いいね、イカ忍者で詰めて、敵の裏取って、いいよ。で、手前しっかり見てあげて、裏から挟んでいい感じよね、この動きも。まあ、さっき潜伏し続けたら、今みたいなこの状況作りやすかったって話よね。なので、ああ、ここで鍵入っちゃうのちょっともったいないかな。鍵タンクってさ、まあ、いわゆるこれ、後衛武器やからさ、正面からの戦いが得意なわけよ。盾を押し付けて、火力と。だからこういうごちゃごちゃする混戦の場所にさ、ハイドランとか別にポツンって立ってフルチャージしとったとしても、まあ、そんなに怖くないでしょ。奥からフルチャージしたハイドランとか構えて狙ってくるとかやったら、ま、結構嫌やけど、ここにね、フルチャージのハイドランとポンって置いても、いろんな角度から撃たれてやられちゃうだけやから、まあ、これはあんまりいい吐き方ではないかな。まあ、ここは普通にメインで、これ、降りて倒しに行ってもよかったし、まあ、メインの方がこのシーンはできること多いかな。鍵になっちゃうとね、できることは限られてくるから機動力なくなって、この鍵の履き方はあんま良くないかな。うん、これやっぱメインの方がこんな感じでキル取れるから、さあキル取って、だから乗って、これは相手のカーボンがうまかったね。うまいこと潜伏して2キル取っていったね。まあただカウントかなり21までいい感じに進めることできたから、まあここから変なことせずにしっかりと防衛していきたいって感じかな。さあ中央行って、いいね、味方と違う角度から狙って打開していく。いいよ、塗りも作って、さあ、鍵タンクを、狙うけど危ないから、お、いいね。無理な、不利なタイミングはしない。倒して、めっちゃうまい、めっちゃうまい。鍵タンクを味方と協力して、弾いて、倒して、いや、マジで綺麗、エイムが。エイムが綺麗し、引く判断と詰める判断がめちゃくちゃいい。さあ、この矢倉に対しても、まあ、無理はしない。今のもね、上が取られてるから無理せずに。しっかり一回下がって、で、こういうね、一方的に打てるとこから鍵タンク使うのはいいね。ナイス1キル。敵陣今、今度、何いっぱいごちゃごちゃして敵いるからね。結構メインで入るの厳しいから。鍵タンクできっかけ作って。いや、エイムが綺麗。めちゃくちゃエイム綺麗。ナイス。さあ、ここもしっかりとカバーして。で、敵の位置分かってないから潜伏して探して。甘えたやつをしっかりとメインで。ナイス、潜伏いいね。で、敵にまた位置バレてないからね。また潜伏し直して。さらに、キル取ってくる。ナイス、うますぎるね。で、人数より作ったから敵陣入って、これでワイパーアウト。最高やね。さ、周り塗って、で、ここで追加の鍵タンクで押さえていくといいね。さ、前線鍵タンクで押して、いいよ。ナイス。ナイス1キル。で、右高見て、まあ、これちょっと気になったのが、この鍵タンクまではめちゃくちゃ良かったんけど、その後はね、その後、まあ、下に降りちゃうと、俺やったらね、多分この上登るかな。まあ、もしくは下に降りて潜伏とか、って感じかな。この上に登って、敵のヘイトを分散するか、潜伏してキルを狙うかの二択。で、今回取っちゃった行動が、この下から高台に対して打ち上げるって感じなんやねんけど、これね、マジで危ない。まあ、そもそも下対上って不利やし、で、これだと正面からの敵に対してもケアできてないから、この現状誰も正面をケアできてないよね。で、こんな感じに案の定カーボンローラーに味方縛かれてるから、これはね、カーボンローラーに縛かれるのが味方であったってだけだって、自分がやられてる可能性も高いから。まあ、そうだね。右高はね、やっぱシャープマーカーで手出すの難しいから、手出すんだったらこの金網の上登って上からクエボ投げたりメインちらつかせてヘイトの分散、矢倉に乗ってる味方が狙われないように自分が狙われてあげるみたいな動き、もしくは、多分やけど俺やったらね、こうスッて降りてこのバルーンの裏とかに潜伏するんじゃないかな。もう右高に関してはクエボでしかカバーできないから、味方に任せちゃって前から詰めてくるやつを潜伏で縛くってイメージかな。まあ、武器によって得意不得意あるから、そこをちゃんと見極めていくっていう感じかな。うん、で、その後こんな感じで味方さん落ち入っちゃってるから、ちゃんと下がって、いいね。無理はせずに、まあ、前線の維持っていうか、できるだけ前線キープしてるって感じだね。で、ここの判断めちゃくちゃいいね。こういう判断できるとめちゃくちゃ人数より作りやすくなる。まあこう下がりはするんだけどね、ちゃんとこのジャンプマーカー見えてるから、こんなん確実に倒せるからね、イカ忍者を生かして降りてくるところをちゃんと狙ってあげると。初心者の人は結構このジャンプマーカー見れてないこと多いから、これに気づけるようになるだけでかなりキル取りやすくなると思います。で、人数入りできて、さあカーボンもしっかりと裏から倒して、ナイスカバー。で、これで有利できたからまた敵陣入って、敵陣荒らしていくって感じだね。いいよ、味方と挟んで、いいね。この挟み撃ちをちゃんと作ってるのが偉い。もう一個倒して、で、前出て、で、鍵入って、高台に対して厚かけていくと、いいね。いいよ。ナイス。いけるか。ナイスカバー。で、これは、いや、惜しい。まあ、これは相手うまかったね。うん。まあ、ここのでさ、対面力の問題やから、あんまり気にしなくていいっていうか、もう俺がどうこう言ったところで上手くなるところじゃないから、感じかな。まあ、対面の仕方は全然悪くなかったね。ちゃんと食い棒で相手の足を奪いつつダメージも入れて、目隠しもしてっていう。まあ、最後のエイム勝負で若干相手が上振れたって感じかな。さあ、ラスト打開かな。しっかり潜伏して、うるしたらショット避けて、さあ、いけるか。残り10秒。危ないよ。いい潜伏だけど、
ああ、ここでちょっと焦っちゃったね。これが多分負けた原因だね、この試合。ここまでね、めちゃくちゃうまいプレイ見せてくれたんだけど、最後の最後でちょっと焦って、敵がたくさんいる中、まあ、囲まれる位置に潜伏してるんだけど、まあ別に潜伏自体は悪いことじゃないんだけど、ここやね、バレちゃった後に、まあ、飛んじゃうんだよね。これがね、良くなかった。まあこれ結構いろんな人がやっちゃいがちやね。まあこのラスト高いね、こう潜伏してキル狙って自分で止めようっていうのは別に悪いことじゃないんだけど、なんなら俺もやるしね。まあけどね、こんだけカウントに余裕あったら自分たちが17とかまで進めてるなら、しっかりと防衛のポジション、この金目台で言ったら、自陣の左高台、そこをしっかり抑えてあげて、味方の深さ時間稼いだりとか、そこから攻撃してるとね、かなり敵も矢倉進めにくいから、まあそっちの方が安全に勝ちやすいかな。まあカウントここまで進めれたのは正直この投稿者さんのおかげというか、この人のキルがすごい大きかったんやけど、防衛で手前無視して潜伏して一人プレイして負けて、ここやね、この後、まあ、防衛ギリ間に合わなくてね、カウントリードされちゃって負けるってなると、まあめちゃくちゃもったいないよね。でもだって正直この投稿者さんもここまで上手いなら多分自覚してるよね、最後自分がミスしたせいで負けたって。だからこれはこの投稿者さんへのアドバイスっていうか、この動画を見てくれてる人へのアドバイスになるんやけど、確かにね、最後のシーンってこの投稿者さんもデスしちゃったけど、まあそれ以上に味方がまあ死にまくってたと。しかもね、自分はこんだけキルしてデスも少ないから、こんな味方のせいやんけってなる気持ちはめっちゃわかるんやけど、でも最後のシーンってカウントに余裕あったから、ちゃんと味方と協力して手前を処理しながら打開していけばほぼ確実に止めれたよね、ヤグラスペシャルも使えるし、こっちは。そういう考え方をして、次の試合にね、うまく活かされるかどうかっていうのが、このゲームうまくなれるか、なれないかのめちゃくちゃ重要な分岐点というか要素やから、これはね、ちゃんと覚えておいてほしい。まあ、正直、プレイ、序盤から中盤にかけて、ていうか終盤までもほとんど、こんなにやばいミスプレイなかったし、まあ、敵陣でね、右高見て正面ケアできなかったとか、鍵タンク入っちゃったとか、まあ、そういうね、細かいのは直していく必要あるんだけど、まあでも普通にめちゃくちゃ上手なプレイやったよね。ただ最後の最後にね、やらかしちゃうだけで勝ち試合が負けになっちゃってめちゃくちゃもったいないから、なかなか腕前上がらなくて悩んでるって人は、こういう勝ち試合だったのに負けちゃったっていう試合を減らせるように反省して頑張ってください。多いのがもうこれはどう考えても勝てなかったっていう、明らかに敵と味方の実力差が激しすぎる、そういう試合ばっしっかり着目して味方のせいで負けたってうだうだ言ってる人、こういう人は一生上手くなりません。まずは手が届きそうなこういうめちゃくちゃ惜しい負け試合、そこからちょっと惜しい負け試合でね、増やしていって、その手の届く範囲を増やしていって頑張りましょうって感じだね。長期的に見てください。この負け試合が例えば5試合に1回あったとしましょう。こういう惜しい負け方をする試合が5試合に1回、ってことは100試合したら20試合負けてることになるやんか。めちゃくちゃでかくないそれって。だから単発短期で考えずにしっかり長期的に勝率を維持できるように、こういう負け試合を減らしていけるように頑張りましょう。まあ、最後ちょっと説教みたくなんか うざいおっさんみたいなの、ちょっと申し訳ないですけど、まあ、考え方としてはそんな感じかな。はい、というわけでも分からないことあったらコメント欄に書いてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さらば。